こんにちは、さくちゃんです。にじぞろちゃんです。たくさんのお悩み相談をいただいております。ありがとうございます。イエーイ。では早速お悩み相談に乗っていきましょう。西園寺花子さんからのお悩みです。牛丼屋さんに行くといつも私のだけ玉ねぎ多い気がするんです。意地悪なのかなって思ったんですけど、もしかして私のこと好きって可能性ありますか？深刻ですね。深刻ですね。玉ねぎが自分の分だけ多いっていうことは、その分お肉とかお米とかの量が減ってるのか、だとしたらこの店員さん、私のこと好きっていう可能性というより、私のことだけ嫌いっていう可能性もあるかなっていうか、そっちの方が可能性高いかなってさくちゃん思うんだけど、にじぞらちゃんはどう思う？僕からしたらなんか逆に愛されてる気がする。普通の量に加えて玉ねぎが多いサービスという、その元の量を保って玉ねぎの割合が増えてるんだとしたら、ちょっと話変わってくるけど、玉ねぎサービスだったら確かに愛されてる。なんか店主が好きで押し付けてるみたいな、あ、もう愛情を玉ねぎで伝えてるんだよねこの人は。大丈夫です、西園寺さん愛されてます。イエーイ。ではまたお悩み相談お待ちしております。お待ちしております。コメント欄からどうぞ。ではありがとうございました。ありがとうございました。